通行行権権とはイギリスで行われている公共の権利の利一種国有地、私有地の別なく対象となる土地を突き切って公衆が通行することが認められる権利。ただし、通行が許可されるのは、その権利の行使が認められた特定の通路のみ。これは、昔からその土地が公衆の通路として使われてきて、現在も通路として使われているのであれば、 誰もが自由にそこを引き続き使用し、通り抜ける権利があるという考えに基づくもので、誰もが享受できてかるべき基本的な権利であると捉えられている。この権利によって、公衆の通行が許可されている通路を、ライトオブウェイ、略称、ロー、ローと呼ぶ。日本語における定約はいまだ存在しないが、権利通路、通行権道、通行権のある道などと訳される。投稿目内では、 英語名称が全く同型である通行権との混同を避けるため以下権利通路と呼称する権利通路は私的権利によるものと区別する際は特に公共権利通路と呼ぶ権利通路を規定する法律は3つの法域ごとに異なるイングランド及びウェールズでは法的に指定されたもののみが権利通路として利用されるがスコットランドでは 一定の条件に合致してさえいれば権利通路として利用される。イングランド及びウェールズでは主な権利通路としてパブリックフットパス、パブリックブライドルウェイ、バイウェイ、オープントゥーオールトラフィックの3種が存在し、これらの他に暫定的処置として設けられたリストリクティドバイウェイ、地権者により一時的に通行が許可された2種のパーミッシブパスが存在する。 これらの通路はあくまで目的地に至るための交通経路としての使用が前提とされているが実際には散歩、ハイキング、ウォーキング、ジョギング、トレッキング、サイクリング、乗馬など健康増進のための運動や余暇の交楽などに利用されることも少なくない。交通経路としてよりもそれ以外の目的で使う利用者の方が圧倒的に多い権利通路も多数存在している。 キッシングゲートの脇にフットパスの黄色の道標が見えるパブリックフットパスまたは単にフットパスとは主に歩行者に通行権が保障されている道のことイギリスで発祥した歩くことを楽しむための道のことで農村部を中心にイギリス国内を網の目のように走っている公共の散歩道長いものは1 6 0トルも続く川や丘、農場や 自宅の敷地内を通る道もある。イギリス国民にはこれを大切にする文化が醸成されている。日本では住宅地内の小道を指すことがある。カントリーサイドではフットパスが100年以上も昔から使用され続けていることも少なくなく、網の目のようにフットパスが張り巡らされていることがある。これにより目的地の方向に合わせルートが自由に選択できる。 放牧場、ゴルフ場、崖、沼地などの危険を伴う可能性のある土地にフットパスが設定されていることもあり、これらの通行は自己責任で行う必要がある。危険性によっては自己責任である旨を看板に対処して告知している通路も少なからず存在する。中には非常に長い距離が設定されているものもあり、イングランドのモナークスウェイはウスターから ショーハム YC に至る615マイルウェールズのシスターシャムウェイはウェールズうちの首都会の歴史的巡礼施設などを結ぶ650マイルなどがある。ベッドフォードシャーのウェブサイトによればフットパスでは自転車や馬に乗ることは不法行為であり、そのような行為に及んだ利用者は地権者によって訴訟を起こされる可能性もあることが指摘されている。また、自転車や馬に乗る行為は 1835年に制定されたザハイウェイアクト 1835S72 にも抵触する。上記のウェブサイトによればフットパスにおいては歩行者は以下のことが許可されている。フットパスには道しるべとして金属製またはプラスチック製の丸い板に黄色の矢印が描かれたものが用いられている。杭や樹木などに 黄色の点々を描いて示していることもある。ブライドルウェイの標識ブライドルウェイを走る自転車、パブリックブライドルウェイ、または単にブライドルウェイとは、公衆が以下の方法で通行する権利を有する道のこと、ブライドルウェイには、道しるべとして金属製、またはプラスチック製の丸板に青色の矢印が描かれたものが用いられている。杭や樹木などに、 青色の点々を描いて示していることもある。バイウェイ、オープントゥオールトラフィック、または単にバイウェイ、略称、ボートとは自動車、バイクなどの車両を含むすべての交通手段での通行が許可された道のこと。フットパスやブライドルウェイと同様の目的による使用が前提。バイウェイには道しるべとして金属製、またはプラスチック製の丸板に 赤色の矢印が描かれたものが用いられている。杭や樹木などに赤色の点々を描いて示していることもある。リストリクティドバイウェイとは2006年3月2日にザ・カントリーサイド・アンドライズ・オブ・ウェイ・アクト2000によって暫定的処置として設けられた道。講習は以下の方法で通行する権利を有するルップの標識ロード・ユーズド・アズ・パブリック・パス略称 ルップとは1949年から2006年まで存在していた権利通路の一種で現在は存在しない。1949年、ザ・ナショナルパークスアクセスツーザ・カントリーサイド・アクト1949によってフットパス、ブライドルウェイ、ルップの3種の権利通路が設定された。 この後、1968年に、ザ・カントリーサイド・アクト1968によって、権利通路は、現在用いられている、フットパス、ブライドルウェイ、バイウェイの3種にまとめられることが決定し、すべての権利通路はこれら3種のいずれかに、再分類されることとなった。フットパスとブライドルウェイは、基本的にそのまま移行するだけだったため何ら問題は、発生しなかったが、ルップだけは、 細分類のための調査が必要となった。しかし、この細分類作業は各ルップごとに、歴史的使用状況の調査のみならず、時として、地元住民などへの聞き取り調査なども必要なため、父として進まなかった。それから32年後の2000年に、ザ・カントリーサイド・アンドライズ・オブ・ウェイ・アクト2000が、可決され、この法律により、2006年3月2日付で、 その時点で未分類のルップは暫定的処置として新設のリストリクティドバイウェイに一括分類され、ルップは廃止された。今後再分類が進めば、いずれリストリクティドバイウェイもその姿を消すこととなる。ルップの再分類では、フットパスに分類されたものも多からずあるが、大抵のものはブライドルウェイに分類されている。自動車、バイクなどを含む車両による、 通行権が存在すると認められた場合は、バイウェイに分類されるケースもある。パーミッシブパスとは、法的に通行権が認められているわけではないが、地権者により一時的に公衆の通行が許可されている。どうのこと。パーミッシブフットパス、パーミッシブブライドルウェイの2種が存在する。散策権とは、ザ・カントリーサイド・アンドライズ・オブ・ウェイアクト2000で通行権に追加された。 公共の地域権の一種。この権利によって、権利通路が設けられていない地域でも、指定されたアクセスランドであれば講習が通行可能となった。これは歩行者のみに適用される権利で、機乗車、自転車、自動車、バイクなどの車両類の通行は認められていない。この権利の追加により、積年の問題であったピークディストリクトのクローム、ヒルやパークハウス、 ヒルなどの通行が可能となった。権利通路は例外的状況や地方自治体による特別許可がない限りは常に公共に開放されているのに対しアクセスランドは1年間に最大28日間まで閉鎖されうる。主な閉鎖理由としては作物の収穫などが挙げられている。地方自治体はいくつかの義務を負うなどがある。スコットランドでは過去20年間に 公衆の通用に供されてきた通路はすべて権利通路と規定される。この通路は住宅地、教会、一般道などの公共の場所同士をつなぎ、公衆がその目的地に至るための通路として機能していなくてはならない。イングランド及びウェールズとは異なり、地方自治体には権利通路を示す標識などの設置義務はない。ただし、1845年に組織された、 事前団体、スコットウェイズが、権利通路そのもののほかその記録や標識などの保護、維持、管理を行っている。スコットランドでは、フットパスとブライドルウェイとは、法的な区別はない。通路の路面状況に応じて、使い分けられている。ザラント、リフォームアクト2003の制定をもって、全ての土地が通用に供されると推論され、 目的地へのアクセス手段としての権利通路の重要性が低まった。日本ではイギリスを例に整備されたフットパスなどのフットパスであることを示す名称を持つ遊歩道を一般的に指し、私有地を通ることができるなど公共性が強いが、通行権として成立しているイギリスの通路と違い、国が明確に定義しているわけではない。また、近年では協会を設立するといった動きも見られる。 これは観光振興の側面のほか、プロセスそのものが地域の優れた部分と課題を見つめ直し、街づくりのきっかけとなることから整備が全国に広がりつつあるためである。特に北海道はイギリスのような牧歌的な風景が多いことから盛んである。なお、整備や管理については、奥尻島フットパス、長井フットパス、勝沼フットパスなど行政が主体となっているもののほか、 ネムロフットパス、エニワフットパス、多摩給料フットパスなど、市民団体が主体となっているものもあり、それぞれで地域の魅力の保存、育成及び発信のため、環境保全活動、イベント、ツアー企画などが行われている。2009年現在、主なフットパスとして、北海道24カ所、山形県に5カ所、兵庫県に1カ所、東京都に1カ所、山梨県に1カ所、 茨城県に一箇所、熊本県に一箇所存在する。日本で観光されている、英和辞典の多くには、複数型として、ライト・オブ・ウェイズも掲載されているが、通行券のある通路を意味する場合、イギリス英語ではこの形は非標準用法とされており、実際に用いられることはほぼ皆無。ありがとうございます。